で、西村智美さん分かんないだろ。分かりますよ。分かる。何年前ぐらい、はい、だいぶ前ですよね。20年あの走ったのは13年ぐらい前ですかね。え、それも近いぐらいですね。走った？そうです、そうです、そうです。13年前に、はい、うん、走ってましたけどね。走ってましたよ、はいはいはい、それ山口なの。いや、山口です。宇部なんですよ。宇部多いんですよ。吉本美代子、西村智美さんに、あと、安子ですよね。うん、はい。お前は走れないの？僕ね、走れないでしょ、先生。前科があるからな、お互い。前科があるんで。前科がある。はいはいはい。ちょっと周り。先生に言われるうちはまた俺も笑ってられますけど、これ他の若手だったら切れますけど。切れますけど。走らないの？走らないのって言われると、はい。きっとあたりに言われると、ちょっと、おい、カチンときますけど、博士に言われると、ちょっとカチンときますよ。博士じゃカチンとくる。カチンとくるけど、先生だったら全然いいですけど、先生とは同じ、なんですかね、お仲間ですからね、AED をね、二人で記念写真撮った中ですから。3AD でね、写真ね。スリーショットな。そうですよね、ありますけどね。そうか、そういうことがあったんだ。そうなんですよね。そういや、まあもう、あれだな、本当ワイプ王だな、お前。ワイプよくワイプ嬢だか、ワイプギャルだか分かんないけど、ワイプ。ね、いろんな番組さ、なんかつ、ね、ただ顔さ、はい、映ってて顔がな、はい、ワイプを、うん。そうなんです。ちょっと茨城関係のお仕事が多いので、やっぱり北関東がブームみたいになってて。ずっと多いな、最近北関東。北関東特集が本当に各局ありまして、うん、のグルメとか、うん、それでちょっと、一応ワイプで。ドンとしては北、茨城のドンとしては。茨城のドンとしては、もういた、県民代表としては、やっぱりいろんなリアクションをしていきたいなと思います。なんとかポーズは見せたい。茨城ピース。茨城ピース。茨城ピース。指を、3本立てて、親指、中指、人差し指、はい、立てて、V みたいに。あの本来のピースの親指をこう離すバージョンが V にしといて親指を広げる、はい、そうするとこう茨城の形になるんです。えこれが、はい、あら不思議、あら不思議、そうなんです。これは茨城なの？ちょっと親指の先ぐらいがイタコとか、あのイタコの指だろうちょっとになれば、そのイタコのイタコがこの先の花嫁さんはイタコ花嫁さん、はい、そのイタコ、はい、イタコ、そのイタコ、はい、イタコとかの鏡とか、ところね、のところが、まあ、千葉県との県境でもあるんですけども、あ千葉との、はい、うん、でこう上が2本ね、 V サイド人差し指と中指ぐらいが北茨城ですね。ああそうか、はい、そうか、その上が福島になるんですけど、あ上は福島だね、はい、上層はどの辺、上層はねこの辺、薬指辺ぐらい、野球でも上層ね、薬指辺で、まあ、そう、筑波さんとか、はい、土浦とか、土浦折ったところだ、折った頃ぐらいですね、工藤和彦、はい、薬指、うん、そうですね、そうか、ぐらいが、これ茨城ピースっていうのが、茨城表せんの、茨城住みます芸人のオスペンギンっていう二人がいるんですけど、スペイン人、オスペンギンです。メスペンギンはいないの？ご存知、オスペンギン。ご存知じゃない。ああ、俺ご存知じゃない。96年生きてきて。オスペンギンは分かんない。俺、赤プルまでだね。茨城は赤プルまで。オスペンギンさんご存知ないですか？そのオスペンギンさんが生み出したポーズなんですよ。そうなんだ。あ、それまでなかったの？この人。これなくって、で、イベントご一緒させていただいたときに、うん、これやってて、あ、これめちゃくちゃいいですね。茨城？茨城ピース。茨城、あ、そうか、ピース。V サイドピースに親指を立てる。はい、そう。茨城ピース。で、茨城ギャグみたいなのずっと持ちたいと思ってたけど、あ、これちょっと茨城ピースいただこうと思って。あ、いいね、そうか。それで、そうそう、先週のポスターに書いたけど、じゃあ一番最初に、ガッツポーズ。はい。だったろ、はい、ガッツポーズ。最初にやったの誰？ガッツ島さん。そうなんだよ。ガッツがチャンピオンになった時に、こう、見てあげた時に、はいはい、マスコミがガッツが手を上げたってガッツポーズで名付けたんだよ。それまでガッツポーズって言葉なかったの、日本には。あ、そうなんですか。ピース、ね。すごい、ピース。ピース。ピースわかるこれ。V サイン。一番最初のピース。肉離れ2回で。何ですかね。肉離れ2回。2回じゃないです。一番最初。アッコさん誰？井上純。カメラのコマーシャルでさ、ピースやったのよ。それで、井上純の、ピースが一番最初の。だ写真、それも井上順が CM ができる前まではピースしてる日本人広めないからね、写真っていうのは。あ、井上順さんからなんですか？この V サイン出したの。あっこの任せみたいな、ね。じゃんけんぽんあっち向いてほいは銀ちゃん、そうなん、それはね、三一さんが最初やったんだよ。あの、祇園のお座敷で。はい、で、じゃんけんぽんあっち向いてほい。それを、テレビでちょっとやったんだよ、サイさんが、はいはい、それを金ちゃんが、あ、これすごいっつってスタダンでやったのが、あっち向いてほい、そうですよね、それが日本初の、はいはい、あっち向いてほい、じゃあ最初はグーじゃんけんぽんよ、志村けんさん、そう、
全員集合だ。全員集合ですよね。そうなんだ。そういう最初はすごいよな。普通に使ってるけど、意外に歴史もそんなにないんだけど、みんなこうやってやってたろ。そうですかね。じゃあ茨城ビースいけますね、先生。いや、いけないと思うよ、俺。いけないね。それはね、そんなにみんなね、茨城に興味ないから。いや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 、茨城の形みんなわからないから、逆にこれで。子供たちはこれで茨城を学ぶっていう。はい。本当に。はい。もうちょっと作ります、ちゃんと。北海道みたいではあるね。もう一歩に刺すと。いや、北海道、いや、やめてください、そういうの先生。ちゃんと、ピース。みんなピースできるわけだから、親指離すだけで茨城になるっていう。これちょっとやってきます、ちゃんと。オスペンさんと話し合ってやってきます。もうちょっと作ります。結構、県人会で結構集まってんだ、これ。一回も集まってない。集まってない。県人会ないのよ。ないんじゃねえかよ。ないんみんな連絡先全然交換しないんですよ。じゃあ、そろそろ参りますか。はい。ビバリー第1回、お魚総選挙開催。もう一度お願いしますか。もう一度。はい。それではそろそろ参りましょうか。ビバリー第1回、お魚選挙開催。はい。ここで噛まなきゃダメだろ、もう一回。お前さ、噛まえてちょっと噛まえて、もう一回噛んでくれよ、頼むから。勉強になるな。お魚がないから。もう一回ね、もう一回ね。腕がさ、落ちちゃうじゃない。それでは参りましょうか。はい。お魚、あ、ちょっと。お魚総選挙、開催。高田文夫と、松村邦洋と、磯山さやかの、ラジオビバリーヒルズ。さあ、そういうわけで、はい、天気が続くのかな。そうなんです。台風ね、過ぎまして涼しいなと思ったんですけど、今日ちょっと暑かったりします。今日暑いね。今日35になるって言ったよ。体調のね、変化気をつけてくださいね。はい、そんなこんなで、じゃあ今日も1時まで生放送、放送愚痴の減らないやつ。この時間は白鶴酒造がお送りします。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げて、そのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか。建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ、日本放送。日本放送、ラジオビバリーヒルズ。さあ、今日も茨城ピースでお届けしております。ラジオビバリーヒルズ。さあ、お知らせです。今日の、メールのテーマなんですけど、ビバリお魚選挙でございます。サンマもね、出てきたりとか、アシュシュゲなど出てきましたけれども、今日はですね、あなたが好きなお魚、そして魚にまつわる思い出を募集したいと思います。目黒でね、サンマ祭りも開催されたりとかしますけれども。今度だって、いつ？そうなんです。今度の日曜日ですね、品川区と目黒駅前商店街振興組合による目黒のサンマ祭りが日曜日に開催されますけれども、今年サンマの配布がないんですけれども、毎年恒例の目黒のサンマ寄せがあります。これはもうね、松村君もね、うちのシララもね、みんな出ますんでね。そうなんです。よろしくお願いします。オーラフも出るね。セントラルスクエアで行われますが、皆さんの魚にまつわる思い出募集です。受付メールアドレスは、hills@1242.com、ファックス番号は 0570-02-1242 です。お待ちしております。ああ、社長が困ってる。まだ見積もりが見つからないのか。だから営業に行けません。それ N にお任せ。 N？ 長澤まさみさん。はい、 N にお任せならデジタル化で業務をすっきり快適に。 NTT 東日本グループです。それだ。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。
まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。しつこい肩の痛みでも、辛い腰の痛みでも、ささっと一塗り、バンテリン。効き目の成分がススーッと痛い患部まで入っていって、痛みを直に取ってくれる。これがバンテリン効和エキアルファの効き目です。痛いとくれば、バンテリン。第2類医薬品です。ふみおのちょっといい話。この時間は、好立地続々オープンハウスがお送りします。目標のために努力する人がいる。理想の実現に向かって立ち上がるチームがある。そのやる気を、チャレンジを、全力で支えたい。オープンハウスグループの応援ハウスプロジェクトは、チャレンジをサポートする活動です。日本放送ラジオビバリーヒルズ。さあ、今日のいい話は、はい、今週は日本放送防災ウィークということで、ね、ビバリーでも防災情報をお届けしてきました、はい、今日はですね、ペットと防災についてお話ししたいと思います、ね、うん、一般社団法人ペットフード協会が去年発表したデータによると、4世帯に1世帯が犬か猫を飼っている計算になると、ね、本当に多く飼われているんですけれども、はい、そうなんですね、4の1、災害はね、いつどこで誰に襲いかかってもおかしくないものですが、です、ね、もちろん大切なペットたちも同じです。そしてもしも災害が起きた時、ペットは飼い主とともに同行避難が原則とされています。同行避難、はい、過去には自宅に取り残されたペットを避難させようと自宅に戻って災害に巻き込まれてしまったり、飼い主とはぐれた動物がその後野良犬野良猫となって繁殖するなどの問題を防ごうということで、環境省が同行避難を推進するガイドラインを策定しているんですね。同行避難な、まあ、もちろん同行避難といっても一緒に避難所に行きそばで飼育管理するという意味ではないんですね。日本ではまだそこまでの環境が整備されるまでには至っていません。ですので、避難した施設でのルールに従う必要があります。飼い主がまず取り組むべきは、いざという時のためにペットフード、シーツ、動物用の避難セットをね、ぜひ確保しといてください。そして万が一災害が起きた時にどこに避難すればいいか、うん、そこまでのルートを確認するなど、日頃からシミュレーションしていくこと。うん、私もそのペットを実際に抱えながら、ね、避難所にまで行くっていうその練習をしないとなと思っております。ね、結構重みもありますのでね、うんうんうん、あとは落ち着いて行動できるかというところですからね、うん、ぜひぜひあのケージなどぜひ見直していただいて、 いざという時も皆さんで大切なペットの命守ってまいりましょう。税金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ、今すぐ過払い金の無料確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。中外製薬プレゼンツ坂本理沙のヘルシーメルシー、健康的な生活を応援していくスペシャル番組です。今度の日曜夜7時から放送。ゲストは女優のこの方、有森成美です。東京ラブストーリーから33年。私のラブストーリーは全然始まらないんですけど。まさかの自虐ネタ。防災一口メモ。特に昭和56年以前に建てられた建物にお住まいのあなた、ご家族の命を守るためにご自宅の耐震化を考えてみませんか？まずは自治体に耐震診断のお問い合わせから。日本放送熊谷美穂でした。ここで産経新聞ニュースです。ニュースデスクの畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。まずは自民党総裁選挙です。小泉進次郎元環境大臣が今日午前記者会見し、立候補を正式に表明しました。私はこの度の自民党総裁選に立候補いたします。
今回の総裁選は自民党が本当に変わるか、変えられるのは誰かが問われる選挙です。また自身が総理に就任した場合、できるだけ早期に衆議院の解散総選挙に踏み切ると明らかにしました。日本の政治を変えたい。長年議論ばかりを続け、答えを出していない課題に決着をつけたい。私が総理総裁になったら、できるだけ早期に衆議院を解散し、中長期を私の改革プランについて国民の皆さんの真を問うことにしたいと思います。国民の共感を取り戻した上で、改革を断行し、新しい政治、新しい日本を作りたい。で、小泉氏は政治改革の一環として政策活動費を廃止すると言及したほか、派閥の裏金事件に関係した議員の次の衆議院選挙での公認については説明責任を果たす姿勢などを踏まえ、新たな執行部で厳正に判断すると述べました。また政策としては選択的夫婦別姓制度の導入やライドシェアの全面解禁を挙げております。こうした改革を1年以内に断行するとしています。会見は現在も続いています。一方、他の陣営の動きですけれども、すでに出馬を表明している茂木敏充幹事長が主張する防衛増税停止が波紋を広げています。林芳正官房長官は今朝放送されました日本放送飯田浩司の OK 工事アップの中で次のように指摘しました。すでに党内からもですね、はい、いろんな反発が出ておりますが、やはり一度決めたことを動かしていいのかという議論が一つとですね、国民の皆様に見える形でこの財源を調達するという形に今なってますから、これが曖昧な形にもしなってしまうとですね、はい、これ日本の我々だけじゃなくて他の国にも見えるんですね。ああなんだこんな財源で本当にやれるかどうか分かんないよなっていうメッセージがもし周りに出てしまったら、はい、まあ、こういう視点も持って考えなきゃいけないと思いますね。総裁選に名乗りを上げたのは小泉氏を含めて6人で、立候補制となりました1972年以降で最多となっています。続いて立憲民主党の代表選挙です。泉健太代表が今日再選を目指して立候補を表明しました。泉氏は政権交代を目指して先頭に立つと述べ、派閥の裏金事件を起こした自民党に対しレッドカードを突きつけて退場させなければならないと訴えました。また代表選では教育無償化を野党共通の政策として掲げたいと述べました。出馬に名乗りを上げているのは枝野幸男前代表、野田佳彦元総理に続いて3人目です。ただ現職の代表にもかかわらず20人の推薦人の確保が難航し、泉氏の出馬表明は明日に控える告示日の直前までずれ込みました。岸田総理大臣は今日韓国のソウルに向けて政府専用機で羽田空港を出発します。両首脳が相互に訪問するシャトル外交の一環で、午後にはユン・ソンニョル大統領と会談します。出発を前に岸田総理です。私とユン大統領との間で大幅に改善した日韓関係について総覧した上で、協力や交流、これを持続的に強化していく方向性、これを議論したいと思っています。岸田総理在任中では最後の韓国訪問となります。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。レッドウォーリアーズ2024キングス開催、10月14日月曜祝日、ナインキューブ渋谷。昨年の35周年イベントからおよそ1年ぶり、今年の単独公演はこの日限り。チケットは9月21日発売開始。詳しくは日本放送イベントホームページまで。続いて日本放送天気予報です。今日の関東は強い日差しが照りつけて気温はぐんぐん上昇しています。東京も今日は晴れのち曇り、最高気温は昨日より高く、ところどころで35度以上と猛烈な暑さになるでしょう。埼玉など体温並みの危険な暑さになるところもあります。熱中症には十分ご注意ください。広く洗濯日和になりますが、夕方以降は山沿いの一部でにわか雨があります。空模様の急変にご注意ください。明日も晴れて残暑が厳しいでしょう。以上、天気予報でした。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はパチンコパチスロメーカーのサミー、
日本エクスプレスホールディングス。他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの松井さん、お願いします。はい、中央道の下りが事故のため通行止めになっています。トラック2台の事故のため中央道は下りの八王子インターと八王子ジャンクションの間が通行止めになっています。県号道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りが13キロ、内回りは狭山日高インターまで31キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に14キロの渋滞です。神奈川県の保土ヶ谷バイパスの相模原市方面へ向かう下りは新桜ヶ丘インター付近にトレーラーが故障して止まっているため首都高速道路狩場線の本牧ジャンクションまで渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時27分頃お伝えします。この後はまっちゃんがリスナーと対戦、週刊 IQ クイズです。お楽しみに。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績、拓亮建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。デイリーヤマザキ。ねえ、サンドイッチは何が好き？デイリーヤマザキのミックスサンド。なんて言ったってパンが違うんだな。パンにこだわるデイリーヤマザキのミックスサンド。あ、しっとりふわふわ。ここにしかない美味しさ。デイリーヤマザキ。林アピエさん、今日は誰の誕生日ですか？今日はね、推理小説家のね、西村京太郎先生にね、ショートショートの神様星新一さんに、漫画家の永井豪さんの誕生日ですよ。ハレンチ学園みたいな。あとね、氷川きよし君もバースデー、ずんどこーみたいな。ありがとうありがとう。永井豪の花ペバズーカ見てたみたいな。永井豪みたいな。永井豪花ペバズーカ大好きだったみたいな。週刊ジャンプよく読んでたみたいな。ありがとう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 。さあ今日もありがとう。11時半から生放送のビバリーヒルズ、終わってます。はい、お相手は金曜日の男、松村邦弘と、金曜日の女、磯山さやかです。そして金曜日は、ありがとう、このコーナー。はい、週刊 IQ クイズありがとう。爽やかに、恋をして、爽やかに傷ついて、すでに清子さん。はい。すでに清子な。ね、ね、視聴率一番高かったんですよね。あ、そうなの？石坂浩二さんとの結婚式、ドラマの中が。あれがトップだったの？ 50% ですよ。すごいな。ちっちゃいことも裏番組をぶっ飛ばすじゃなくて、裏番組ぶっ飛ばすじゃなかったんですよ。中国語じゃなくて、僕まだちょっと24時間と残ってますけどね。スミちゃんが、スミちゃんが残ってますよ。スミちゃんね、感動でした。さあさあ、はい、じゃあ磯山アナ、はい、よろしくお願いします。わかりました。何のじゃないです。1週間の芸能スポーツ情報クイズで出題します。まっちゃんとリスナーさんの交流戦にお届けしていますが、はい、交流戦これ、そうなんです、はい、あ、もうずっとです。ずっと交流してるの。ちょっと久しぶり、ゲストもねいらっしゃったりしてたので。そうだね、久しぶりで、はい、割とこう会いたりするんですけど、ね、たまにね、はい、うん、まっちゃんに勝てば芸能コースは賞金5000円、うん、スポーツコースは1万円をプレゼントしております。うん、今シーズンのまっちゃんの成績は14勝22敗。うん、50-50だよ。そうですね。
なほとんど50-50だな。大谷じゃないですか。ほとんど50-50だろ。そうなんですね。そうなんですね。素手の。そして、勝っても負けても嬉しい参加賞があります。今月は2000円分の図書カードをプレゼントしております。図書カードもらえるんだっけ？いつもです。図書カード割といつも図書カード多いですからね。すごいな、日本放送。高田をね、本を読んでくださいよ。本読んでね、私の本も買ってくださいよ。本当に。ね、よろしくお願いしますよ。本当に。さあ、行きますかね。はい、まずは賞金5000円の金。どこへってことない。次へ行きましょう。僕らここです。あ、僕らこれ。はい。芸能コース参ります。九州の宮崎県。宮崎市。すごいね。宮崎時代だね。坂井正人だ。時代だよ。こういう遠いところと喋れるんだから。そうですね。戦後の子が俺は。今、ラジコだからすごいんですよね。全国でビバリ聞いてますから。全国で。ね。これ何場所だな。お、宮崎弁っていいんですか？どこだっけ？東国原さん。東国原さんのものまね。そっか、東さんだから。何場所とな、もう。土幻化しかん。土幻化しかん。本当に。みんなダメ、ほんとに。みんな、なんだ、手探り、手探りみたいな。ヒューガの方から。これ宮崎でしょ、これ。宮崎でポンタさんです。ポンタさん、芸者さん。はい。あの、ビバリーは聞き始めてまだ数ヶ月ぐらい。夫でか。ありがたいです。ありがとうございます。ありがたいよ。ね。それで？エリアフリーでザッピングして出会ってくれたんですって。ザッピングだよ。嬉しいな。で、高田先生のことは昔から知っていたんですけれども、ビバリーの方は最近。それが珍しい。ビバリー最近知った。35年やってんだよ、これ。35年やって最近知ったの。はい。ずっとね。お子さんもいたりしてたので、時間がね、やっぱりなかったりね。なるほどね、子育てもあってね。サザンが好きで、志村けんさんが好きで、モノマネはやっぱりたけしさんが好きです。いや、嬉しいね。東んとこの、ふるさとの、リスナーと。宮崎つながってます。宮方と喋れるのか。おい、ポンタさん！おい、おい。こんにちは。こんにちは、ポンタさん。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。なんかすいません。変なたけしさんが出てきちゃった。よろしくお願いしますよ、ポンタさん。モノマネ好きでしょ、このモノマネ。で、どうですか。どうですか。姉ちゃん。どうなんだよ、姉ちゃん。リアクションが薄いな、おい。どうなんだよ。薄い。いろいろと、両立しながら大変だったんだろ、ポンタさん。本当だ、ご主人とお子さんがな、一人がいるのかな、一人かな。そうですね。それで、お子さんはもうどうなったの？もう、就職して、育って。もう働いて、男の子。そうですね、もう働いてます。そうなの。ご苦労様でした。じゃあ、割と時間が余裕ができて。そうなんですよ。申し訳ないんですけど、最近、ラジオを聞き始めたもので。ああ、よかった。最近聞いてんだよね。はい、ポットでですいません。いえいえ、もう。これがいいんですよ。これとあと他は、どの番組が好きですか？聞いてますか？日本放送さんのが。いや、他の曲でもいいですよ。うん。え？他の曲。どこでもいいですよ。そう言われるといろいろ。なんかないですか？宮崎のローカルは。宮崎のなんか。ね、サンサンサダデーとかないですか？なんか。ドゲンカセントいかんとか。懐かしいですね。もう今ないんですけど。サンサンサタデーこそ昔あったんですけど、はい、いろいろありますね、ラジオの、始めるとキリがなくて。そうそうね。相当キリがないですね。それじゃあ頑張ってくださいね。頑張ってね。じゃあ音出してください。プロレス。音をどうぞ。音は何ですか？何だろう。音は何ですか？ポンちゃん。聞こえますかね？なんかキーホルダーの。もう一回、もう一回。もう一回お願いします。ちょっとちっちゃいの。あ、それ分からないな。なんかもうちょっと大きいのがいいな。マイクに、の方に近づけていただけると。ちゃんちゃんとかなんかね、なんかないですか？茶碗とか。もうちょっと大きいもんがいいな。もうちょっと、これはどうでしょうかね。笛みたいな。あ、いいですよ。笛いいですよ。うん。あ、それなら分かるよ。いいですよね。はい。じゃあ笛でよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。先に4問取った方が勝ちです。はい、はい、じゃあ。では参ります。週刊芸能 IQ クイズスタート。はい、第1問です。はい。地元住人のおすすめスポットを巡ります。うん。3日、ロバートの秋山さんが出演する番組、秋山ロケの地図が放送されました。この日ロケをした地域は東村山でしたが、では東村山出身で、もう鳴らしてください、ぜひ。東村山。はい、鳴った。はい、ポンタさん。あ、聞
吉村健さんです。はい、さすがです。失礼、ありがとうございます。名誉市民にも選ばれている芸人さんといえば誰でしょうという問題です、はい、宮崎の方は今天気はどうなってるんですか。天気は宮崎は先週がその台風10号の影響で大変だったんですけど、うん、もう今はもう今週は晴れで、もう連日晴れてんの、うん、はい、もう晴れですね。あ、じゃあいいね。晴れてます、はい、晴れてね。そうですね、はい、よかった。やっぱあれ雨風すごかった。すごかったですね。また被害が地域によるんですけど、うん、もう被害が出たところがすごくて。あ、被害出たところがすごいですね。大変だったね、みんなね。よし、はい、はい、第2問ありますよ。第2問です、うん、天気はいいらしいね、うん、今いいんですよね。西日本も晴れてましたね。バブル時代の芸能界を語りました、うん、4日バラエティ番組これ余談なんですけどが放送されました。余談、はい、余談なんですけど番組では、余談だけどありがとうありがとう、40代以上の男女を対象にアンケートをした20代には通じないバブル期あるあるが、20代には通じない、はい、バブル期のあるある、はい、取り上げられ、そのランキングの2位に選ばれたあるあるとは、〇〇を振ってタクシーを止めるでした。さあ、ねね、一体何でしょうか。さあ、バブル期にねタクシーが拾えないんで、うん、今ちゃんだったのに、はい、はい、一万円札。そうです、バブルで豪でやってましたね、阿部寛さんがね。で、もちろん体験してるだろ、だってバブル期、はい、この頃って。あ、でも一万円札はなかったですね。お前が持ってないだけでさ、はい、連れのやつがもやっただろ。やってる人いました。お前は持ってないの知ってるよ。僕持ってないんで。だから連れの人が俺がやったりしてたろ。やってました、やってました。うん、そういうことだよ。あと僕はお金がないんでお辞儀してましたね。うん。なかなか。それは自由だけどね。はい。止まってくんないんですよね。はい、1対1同点となっています。あの頃逃げてましたね、タクシー。では、第3問です。はい。はい。還暦をお祝いしました。還暦？あ、やってたね、これ。60歳。昨日バラエティ番組アメトークで、今月の2月に、うん、今年の2月に還暦を迎えた出川哲朗さんのお祝いスペシャルが放送されました。はい、番組では出川さんの名言が生まれた瞬間を紹介していましたが、では出川さんが本当に、いや真剣にという意味で使う言葉は何でしょうか。はい、5文字。5文字、はい、なった。ポンタさん、やばいよ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 。じゃあね、5文字だ、5文字、5文字だね、5文字、はい、はい、まっちゃん、マジで、マジで、え、マジで、マジで、あ、6か、ほんとバカだな。なんだっけ、なんだっけ、しみじみマイク持っちゃってるから。なんだなんだなんだ、バカだ、5文字って何、5文字、まっちゃん、すいません、ドゲンカ、ドゲンカだっけ、めちゃめちゃ面白くないですか。5文字、5文字だ、なんだ、5文字だっつって、5文字だっつって、2人ともわかんない。やば、え、ちょっと待ってよ、何言ってるじゃん。本当にとかさ、真剣にとかな、本当にとか言うと、これ使うじゃん、てっちゃんが。本気で、本気で、はなんで本気で、本気で、4文字、違う、4文字か、ケロケロケロ、なんだっけ、ラジオ聞いてる人はイライラしてるな、みんな分かったから。何この、本当とかなんていうの、なんだ、なんだちゃん、リアルに、にリアルに、リアルに、リアルに、5文字、あ、5文字か、分かんないやつ、4文字か、それも、1、2、3、4、5、数える、1、2、オレンジャー、リアルと、リアルと、もう2つ、リアルと、リアル何、はい、はい、はい、どっちや、どっちなんだよ、こっち、はい、まっちゃん、はい、はい、どうぞ、はい、松本、リアルガチ、リアルガチ、そう言ってるじゃん、そう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 、リアルガチだ、そうだよ、それでさ、てっちゃん言ってたよな、あの松村んちみんなチーマーが来ちゃって、わーって来て、はい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 、もう勘弁して、勘弁して、もうやっとさ、逃げるためにさ、はい、出川んちの住所教えたって、僕教えたんですよ、地図書いて、はい、ここ行けばいるよって、はい、谷屋ラーメンの隣ですってね、みんなそっち、今度出川んち襲ったって、そうそうそう、すごかったな、みんな、あの頃みんな酒上に集まってましたんでね、出川狩り、出川狩りってありましたね、出川狩りみたいなのがね、出川狩り、はい、2対1、まっちゃんリードしております、はい、では第4問です。はい、感動を呼ぶマラソンでした。松村だ、はい、皆さんこんにちは、やすこです、はい、この間24時間テレビをチャリティーランナーとして、はい、はい、マラソンの感想を達成しました、はい、会見ね、会見、24時間テレビといえばゴールをした後に出演者全員である曲を大合唱するのが恒例ですが、うん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 、その曲とは何でしょう。ワムちゃん、はい、サライ、
笑いでした。安子久しぶりだね。はい。安子久しぶり。もう一人出てこない。なんでそれリモン系は。はい。さあ三対一、またリーチとなっております。ちょっと可愛く。はい。はい。はい。マジですよ。はい。ポンタさん頑張ってください。参りました。ポンタ頑張ってよ。ポンちゃん。第5問。頑張れポンちゃん。本業より力を入れています。4日バラエティ番組あちこちオードリーに、うん、ジャングルポケットのおたけさんがゲストで登場しました。おたけさんは去年実家のもんじゃ屋さんを継いでもんじゃの才能が覚醒したことを話していたのですが、ではおたけさんが経営しているお店の名前は次のうちなんでしょうか。3択です。落ち着いてね、ポンタさんも落ち着いてね。3択だから、はい、1もんじゃローラー、もんじゃローラー、2もんじゃたけのこ、もんじゃたけのこ、3もんじゃ浅草、浅草 MJ。 どんな出題なんだよ浅草って。じゃあね、浅草ってなってるのか、朝になると顔がくしゃってなって浅草。はい、誰、ポンタさんが早かった。はい、ネタ、2番のたけのこ。はい、はい、そうでした。正解ですよ。たけのこでした。3対2、あ、追いつきますね。頑張ってください。では第6問です。北と南のスターが共演です。北と南、1日、はい、バラエティ番組ジンギスダンのイベント、ジンギスダン寄せ2024の様子が放送され、芸人の博多華丸大吉さんが登場しました。大吉さんは放送でこれまでで一番緊張した芸能人についてエピソードトークを披露したのですが、緊張した、その芸能人とは一体誰でしょうか。花大が緊張したわけね。はい、初めて見て大輝さん。はい、はい、松村君。はい、竹下さん。さあよく考えてね、その機会をね、結構前だよな、だからはい、やられてて、デビューしてすぐれだろうな、東京来て。あ、その頃東京の番組仕切ってた人だな、きっとな。そうですね、要するに。はい、どうぞポンタさん。5文字、5文字、ひらがな5文字、ひらがな5文字、ひらがな5文字。リアルガチじゃないよ、リアルガチじゃないよ。芸人さんとかジャンルの変更はないですか。 MC、 MC、 司会者、 MC ですね、司会者、司会者、5文字、さんまさん。え、違うね、違うの。はい、はい、ばっちゃん。はい、みのもんたさん。みのもんたさん、そうですか、どこよな、もんたさん。そうでしたね、朝からずっと出てましたよね。ああ、はい、というわけで、ポンタさん残念でしたね。ポンタごめんね。2000円分の図書カードをお送りしますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ポンちゃん。はい、皆さんにかけてのスポーツコースチャレンジャーは宮城県にお住まいの、さっきが宮崎、宮崎で、はい、今回が宮城、はい、仙台市にお住まいゆうさんです。ブルミア、ゆうさん、ちょっと職場の昼休み中に参加してくれるということですから、参加ありがたいですね。夏休み音楽フェス行ったんだ。どこ行ったんだろうな。いいですね、音楽が好きで。そうか、奥さんと長男がいるということですね。はい。で、好きな芸能人はたけしさんで、また出ましたよ。たけしさん。ありがたいもんだな、うん。スケートボードやんだね。へぇ、あ、ものまねそう。坂井正人って書いてある。勝ち組、負け組という言葉があるから、ね。入ってた、うん、ね。あなたを許すつもりはないっていうね、この長いんですよね。社会の間があるんです。社会の間がある。この間が社会の間。間があるんです。社会の間があって、ね。四畳半の間みたいな。間ですよ、間ですよね。ない。ない。なるほど。あなたを許すつもりはないって、これがいいんです、ね。じゃあ、ゆうさんをちょっと、はい、許して、許してちょっと。フェアチャイルドね。はい、まあ、仙台の、ゆうちゃん。その前。こんにちは。あ、こんにちは、どうも。よろしくお願いします。ゆうさん。やっぱ、堺雅人さん好きなんですか、はい、うん。そうですね、好きですね、はい、やっぱ半沢直樹 で、ね、ですか、やっぱりハートを持ってかれた、ね、好きな芸能人はビートたけしさん、たけしさん、たけしさん、嬉しいね、仙台だな、くどかんのふるさとにな、俺のファンがいるってのは嬉しいもんだよ。そうだよね、くどかんがいて、そうだよ、ね、サンドウィッチマンもね、そっちだもんね、サンドウィッチマンもそうだしな、ね、あと伊達政宗もな、そうだね。そっかそっか、ねえ、スケートボードってこれやるの、はい、やります、はい、すごいね、お
はい、46歳って ね年いっちゃったけど、はい、やるんだ、すごいね。はい、やってます、はい、いつまでもやれるんだね、スケートボード、ね、やれんだね。かっこいい。長くやってますね、はい、うん、昔からやってたの、スケートボード。小学校の時からやってました、ね、小学校から、はい、好きだ、得意だ、ね、すごいね、不良だね、はい、すごいね、小学校からスケボーだ、スケボーだ、はい、すごいな、さあさあ、それではじゃあ音が出るものね、はい、はい、よろしく。何それ、おみくじですか。おみくじ、あのペットボトルに入れてます。ペットボトルね、作っていただいたんですね、はい、ありがとうございます。じゃあそれを振ってちょうだいね。はい、じゃあスポーツコース、はい、問題は7問4問正解した方の勝ちです、はい、46歳仙台のゆうさん、はい、千葉ロッテマリンズがお好きだということで。おー、ロッテ、え、千葉なの、はい、ロッテは楽天じゃないの。ロッテファンです。あ、そうか、なんでへそ曲がってんの。へそ曲がっちゃってんじゃね。へそ曲がってますね。曲がってるよね。そうかそうか、楽天後から来たからね。楽天じゃないの。楽天じゃないです、ロッテファンです。楽天じゃないの。そうか、楽天後から来たから。どうですか、宮城は天候は今日は。だいぶ涼しくなってきますね。もう涼しますよ。秋の気配感じる。感じてますね、はい。雨は大丈夫？雨大丈夫です、ね。あ、本当、うん、はい。じゃあ、過ごしてくれ、ゆっくりな。うん、ありがとうございます。まずクイズ頑張りましょうね。はい、はい、では参ります。週刊スポーツ IQ クイズスタート。はい、第1問。メジャーで偉業を達成しました。偉業？いつか。メジャーリーグカブスの今永投手が、すごいね、ショータだ、春風亭じゃない方、春風亭じゃない方、春風亭じゃない方のショータです、じゃない方の春風亭じゃない方、勢いがありますね、ショータ2人とも、ショータ、ショータ、はい、今永投手が7回まで無安打無失点で投げ切り、継投ノーヒットノーランを達成しました。嫌いだもんな。今永投手が所属するシカゴカブスにはあと1人日本人選手が在籍しています。お、さすがゆうさん、ゆうさん、どうぞ。鈴木誠也、誠也、霜降りじゃない方のな、誠也、霜降りじゃない方の誠也、はい、その選手、誰でしょう、でも鈴木誠也選手でした、はい、まずはゆうさんが先生です。では第2問です。12年間の現役生活にお別れです。12年間、4日、プロ野球日本ハムの鍵谷陽平投手が今シーズンでの現役を引退することが分かりました、はい、鍵谷投手は2012年にドラフト3位で日本ハムに入団したのですが、では鍵谷投手と同期入団で日本ハムからドラフト1位指名をされたすごいなこれ、はい、はい、はい、斉藤佑樹違うか、本当に12年前誰、さあ勇者、大谷翔平、あ、大谷翔平、翔平のこと忘れちゃうでしょ、そうだ、何やってんの、そうか、大谷だ、大谷だよ、勇者いいね、ありがとう、よしいいぞ、はい、2対0、そうだ、大谷だよ、勇者がリードしております、はい、では第3問です、もう10年経つんだ、うん、無失点記録を伸ばしました、無失点、無失点、昨日プロ野球ロッテの国吉勇輝投手が球団史上初となる22試合連続無失点を記録しました。22試合。2021年までは阪神の藤川球児さんの38試合連続無失点が日本記録でしたが、ではその記録を抜いた投手といえば次のうち誰でしょうか。え、それが国吉じゃないの。はまだ22試合で 球団の史上初なので、ああ、そういうことなのか、藤川さんは日本記録の方、ああ、そういうことということなので、ああ、その記録を抜いた投手は3択です。ああ、いるわけね。1、比嘉元樹さん、比嘉元樹、ああ、比嘉元樹、比嘉元樹、ガンモドキみたいだね、ガンモドキ、懐かしいな、ガンモドキ、2、ひょうきん族出てたな、豊田清さん、豊田清、あ、なんか泡沫候補みたいだね、豊田清ね、それを抜いたっていうのは藤川球児以降にの記録の後抜いたってことね、そういうことですね、うん、3、平良海馬投手、平海馬、これ沖縄出身だろうな、そうです、そうです、きっと西武の、はいはい、合ってる、はい、おもちろん、はいはい、じゃあいいですかね、はい、平海馬、知ってた、そう沖縄の、そうです、沖縄、そうなの、西武で頑張ってますね、先発行ってますもんね、へー、うん、っていうことでした、はい、3、2対1で平気ですかね、はい、ん、平だから、あ、そう、平
リズムに合わせて、ね、2文字のタイラーですけどね、はい、絶対ジーさんがリードしております。タイラーよしだから4問です。はい、寝る前にいても分かんないはい、第4問、球団史上初の記録を作りました。球団史上初、昨日阪神の佐藤輝明選手が入団から4年連続の10本塁打と100安打を達成しました。ホームラン10本と100安打ね、なるほど。新人から4年連続の2桁本塁打は球団史上3人目となるんですが、ではその人物とは、いいろちゃん、いいじゃない、はいはい、いいろね、いいろね、はい、あ、どうぞ、岡田明乃、ちょっとお手つき気味なんじゃない？じゃあゆうさんさ、最後まで聞いて。うん、俺はいはいはい、はい、その岡田監督とあと一人は田淵幸一さんなんですが、では当時田淵さんと共に黄金バッテリーと呼ばれた人物といえば誰でしょうか？田淵と組んでたバッテリーってことだよ、ピッチャーだよ。さあゆうさん、簡単だ、ほらほらな、ヒントください。え、新曲、うん、ヒントを、ヒント、ちょっとね、21球だよ、21球。あ、わかった、はい、江夏さん、はい、はい、正解。そりゃそうだよ、江夏、田口だよな。そうですよね、もう先生の世代でしょうね。もう世代おらんでしたからな。それと俺の話も時々な、ありがたいことやで。先週ずいぶん引っ張ってくれたな、ハリーも、ハリー、ハリー、ハリー、うち来るか、来るかな、タイガース来るか、そうそう、そういう話が、この野球全体のためならいいことなんです。いいですか、吉田さん、はい、吉田さんのね、もう男っぷりが見えて、男っぷりな、ね、ちょっとだけお待ちくださいね、ありがとうな、はい、吉田さん、ちょっとだけお待ちください、はい、吉田さん、はい、ちょっとおじいちゃん、ちょっと待ってな、また後ほどコーナーでよろしくお願いします。ありがたいことやね、お団子とお茶が出るからさ、ちょっと待ってね。では、ゆうさんリーチのまま第5問です。まんじゅう間だからな。150号に王手です。え、4日、プロ野球 DeNA の宮崎敏郎選手が通算149本塁打を放ち、節目となる150本目前にしました。日本のプロ野球の歴史上180名がこの記録に到達していますが、多すぎだろ、多すぎだ、180人言えないだろ、ね、みんな打ってますね、はい、言えないだろ、打ってますけれども、ただ新しい記憶をね、皆さんね、では、はい、去年150本塁打を記録した、現在ロッテで活躍している外国人選手は誰でしょう？そうなった、ユウさんいいよ、ユウさん決めるよ、これで、これ決めるぞ。ロッテの外国人ですよね、はい、もうあれ内側じゃなくて外っすね。よかった、決まったな、外、さすが、内側じゃなくて外、さすがユウさん、強いね、ありがとうございます、さすがだね、はい、現金1万円と2000円分の図書カードを送りします。およかったね、ぜひ野球ありがとうございます。今あれ仕事中なんだろ？今休憩中です。休憩中にちょっと軽くクイズやって。はい、よかった。のんきな商売だな。おめでとうございました。午後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあよろしくね。ありがとうございました。ありがとうございます。テリー東です。唐揚げの天才が焼肉弁当を始めましたよ。タレに漬け込んだ熟成カルビをお店で炙る本格焼肉弁当です。おすすめは焼肉と唐揚げ、両方が楽しめる焼肉&唐揚げ弁当です。過払い金の確認は0120-99。ここで中央事務所に電話をして現金を受け取った70代男性の感想をご紹介します。過払い金、過払い金と CM ではよく聞いてましたが、借りていたのも古い話だし、毎回借りても5万円ぐらいだったし、正直人ごとでした。だけどちょっと空いた時間にあればラッキーくらいの軽い気持ちで0120-101010に確認の電話を。そしたらびっくり、45万円もの現金が入金されました。もっと早く電話すればよかったですね。自分が対象かわからなくても確認はタダですし、まずは試しに電話してみるのもありですね。もしも家族や友人にまだ電話をしていない人がいたら、簡単だからダメ元で一度電話だけはしてみてと言ってあげたいと思います。さあ今すぐあなたに現金がいくら戻るか、0120-101010 0120-101010
中、中、中でお気軽にご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。松任谷由実です。開局70周年、笑顔になあれ、日本放送。中川家のレイジです。強しです。今日の中川家ザラジオショー、ゲストは獅子頭の浜中くんと脇田くん。浜中くんが飲んだ水のペットボトルはめちゃめちゃ臭いらしいよ。なんか言えな。もう今回はそんな浜中水を10名様にプレゼント。やめてください。放送は今日お昼1時から。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの星野さん、お願いします。はい。中央道の下りは八王子インターと八王子ジャンクションの間が事故のため通行止めになっています。それでは霞が関から海老名八王子方面へのルートです。霞が関から3号線と東名高速を下って海老名ジャンクションまでは1時間25分。霞が関から3号線と東名高速を下って海老名ジャンクションから圏央道の外回りを通ると八王子ジャンクションまでは2時間25分です。次に羽田空港方面から銀座までのルートです。羽田線の羽田から都心環状線の銀座までは30分。湾岸線の空港中央からレインボーブリッジを渡ると都心環状線の銀座までは25分です。日本道路交通情報センターの星野でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は1時30分ごろ中川家ザラジオショーの中でお伝えします。アツラジ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はイエローハット N におまかせ NTT 東日本グループ他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。日本放送ラジオリビング。続いては日本放送ラジオリビングです。今日はロボット掃除機のご紹介です。増山さん、お願いします。はい、お伝えします。今日の日本放送ラジオリビングはロボット掃除機を驚くほどお安い価格でご紹介します。スイッチを押すだけで部屋中自動でお掃除してくれるロボット掃除機が自宅にあると非常に便利ですよね。欲しいんだけど値段が高いと諦めていた方、今日は大チャンスです。計算された3種類の動きで障害物を感知しながら方向転換し、お部屋中をほぼ網羅。高さはわずか8センチなので、ベッドやソファーの下など普通の掃除機では届きにくい場所も隅々までお掃除します。メーカーは今大注目の国内メーカー、エイミーです。お値段です。エイミーロボット掃除機、税込み12,800円の破格値。今回特別にフローリングモップもお付けします。から拭き、水拭きをしながらお掃除してくれるんです。1台でゴミの吸引と床拭きの2役。関東1都6県送料込みです。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 番までぜひどうぞ。築地本願寺は届けていきたい。あなたが生きづらさを感じた時にこれでいいんだと思えるひとときを、日々の暮らしを満たしてくれる言葉、これからの生き方を見つけるヒントを、会いに行く、見つけに行く、築地本願寺。濃厚なコーンを食べているようなコーンドレッシング、丸大豆醤油とごまの風味が豊かなごまドレッシング、良いものを作り提供し続ける太平と紀の国屋、100年を超える企業がタッグを組んで実現しました。ぜひ店頭で。9月6日金曜日、磯山さやかの天気予報です。今日の関東地方の天気は晴れのち曇り、最高気温は昨日より高く、ところどころで35度以上の猛暑となるでしょう。熱中症には十分ご注意ください。明日も晴れて残暑が厳しくなりそうです。クリミス天行イーターほどろー中山秀樹のオールスターデジャバリー街道
ヒデちゃん、プレビュース天気を言ったことだろ。びっくりした、驚いた。今日、車展示できたの、車展示。そう、車展示できました。車展示で、自転車。車展示できました。車展示最近、モノマネが先生、プリビス。クリビス。クリソツだろ。クリソツか。モノマネがびっくり。クリソツはそっくりだから。そうだ、そっくりだ。いやー、ついでトラサ勝ちた。トラサ勝ちた。ちゃった。トラサ勝ちた。片岡鶴太郎さん、こんにちは。どうも、片岡鶴太郎です。モノマネ帝王ですからね。どうも、こんにちは。モノマネ帝王、鶴ちゃん。鶴ちゃん。ここにおばちゃん。井上尚弥選手の試合、ね、ありましたけど。そうですね。感想どうでしたか、ボクシング。いや、これだけのボクシング、ボクサーいませんよ、もう。いやー、今だったら、オリロ、セコンドついてた僕も、オリとやりたかったね。オリと井上と、ねえ。やらせたかったってこと。オリ、そこだ、パンツだ、競泳ジムの小口トレーナーと一緒に、これトレーナーやってた、片岡、ツル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 ついたんですけどね、もう、やってました、もうね。なんかツルツルツル。ツル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 ちゃんです。今日は弟さんいないの。どうも。トントント、兄貴がた。兄貴がた。トントント、どうだったんだ。いない、あ、いたんだよ。トン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 ト大丈夫、大丈夫。大丈夫。あのね、だって、ほんとね、レッツゴーよ、手畑が。レッツゴーよ、しばらく。頑張ってるから。あ、やってんだもんね。レッツゴーよ、手畑の担当だからさ。しばらくやるね。とってもだったんだもん、どうもありがとう。すごいよ。とっとっとっと。とっとっとっと。たくさんだった。もっと言ってちょうだいみたいな。ありがとう、ありがとう。出川さん、こんにちは。はい、どうも、こんにちは。はい。昨日のアメトークね、還暦ナイト放送してましたよと。はい。その時に松村さんがチーマーに出川さんの家の住所を教えたっていうエピソード話しました。はい。やっぱりリアルガチで怒ってたんですか。はい。あの頃は大変だったよな。いや、あの頃大変だったし、まっちゃんも結構大変だったから。ねえ、お互いに。なんかやっぱり地図に書いて、俺の家の住所を若者たちに教えてたみたいで、結構コピーしてみんなに渡してたみたいで。出回ってたんだね。出回ってたんですよね。それでこうみんなで今度出川家を襲うわけだ。そうです、そうです。はい。覗き合ったら目つつかれたってことそう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 。怖いよな。はい。双子山部屋の次に、観光名所でしたんで。俺っちの家が、はい。観光名所だったの。観光名所でしたね。はいはい。リアルガチでした。はい。60か。じゃあ、うっちゃんなんちゃんも60ってこと？あ、そうです。うっちゃん、なんちゃんそうですね。僕らさんが1個上だったんですけどね。1個上。はい。南原も内村も。じゃあ来年60。そうです、そうです。どっちどっちなの？いやね、内村さん今年60です。今年60。はいはいはい。これも先生。今年60のおじいさんだから。先生がビバリーで使ってくれたおかげですよ。大事役ですよ。いや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 。で、思い詰めてきて俺のところにさ、はい、先生ご相談があって、何だ、はい、これから、先生、演劇の道へ進みたいんです。進んでねえしかね。すいません。やめる理由がね。真顔でさ。演劇の道を、はい、私は進んでないんで、こういうバラエティはちょっと卒業して。はいはい、演劇の道をひたすら舞台人として。嘘ばっかりなんだよ。すいませんでした。でも俺の後に入った東くんも本当に先生が。そうだね。よかったね。ありがとうございました。シャンシャンこんにちは。シャンシャン大人かな子供かな白木さんみたいな。何ですかそれ。ああ、白木。シャンシャンああ、白木。ああ、白木。ご両親、これご両親のこれ、シンシンとリリーでいいのこれ。はい。ご両親のシンシンとリーリーが中国に行くことが決まりました。はい。久しぶりに親子団らん、楽しみなんじゃないですかって書いてある。そうですね。誰の家族がみんなで、シャンシャン、どのシャンシャン、どっちかな、子供かな、大人かな、どのシャンシャンな、どのシャンシャン、どのシャンシャン、うん、大人のシャンシャン、思春期です、思春期の、思春期のシャンシャン、傷つきやすいの、そうそうそう、新しいパターンじゃない、思春期、いろいろあるさ、傷つきやすい、傷つきやすいし、尾崎豊みたいな、そうそうそう、傷つきやすいし、いろんなこともあるけども、やんちゃな時のシャンシャン。思春期シャンシャンよ。思春期シャンシャンだったんだ。シャンシャンやり。思春期シャン。そう。思春期の。高部殿子みたいに。高部殿子みたいに。一服した一服したの一服した一服したってことだから。ほずみさんに怒られちゃった。ほずみさん。お父さんのほずみさんに怒られちゃった。積み木崩した。積み崩しって言った。崩しちゃった。怒らないよ。一個ずつ積み崩し。積み木崩したの崩したの。崩れちゃった。両親会えるよだから怒られちゃう。どうするシャンシャン。いやー。思えばいろんなことがあったなーなんて。あった思い出話。思い出話。思うんだ、いろいろ。はい、一人に先にね、どんなこと思うの、思い出。やっぱりね、反抗した頃とか、思春期の頃とかいろいろあったり。どんなことやったの？あのね、
やっぱりね、バイク乗って、バイクバイク乗って悪いことしたら、バイク乗ったの、シャンシャンが、サーカスじゃん、もう、完全に。ぐる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 回ってた。ぐるぐる、タルの、タルの中で。サンドゥー橋よく出てたよ。よく出てたよ。木下大サーカスとか、国内大サーカスにも、よく見に行ったよ。見に行ったよ。あの頃はよく使ってもらってたから、あれ、バイク乗ったのそうなの、そう、あれ僕。あれ僕。俺よく見てたよ。よく見てた。よく見てたよ、あれ。高田さんの視線が気になってね。視線気になったの？いいとこ見せようかなと思っちゃって。張り切っちゃってね。そうですね。やっぱりね、褒められるのって好き。シャンシャン厳しいから。そう、シャンシャン。パンダに厳しい。厳しいよね。パンダと若手芸人に厳しかったから。高田先生が。厳しかったから。パンダと高田先生。最後にあのちゃん、あのちゃん、こんにちは。こんにちは。あのちゃんは、夏休みの宿題ですけど、ちゃんとやった方なんですかと。よくわかんなくて。なんか読書感想文とかよくわかんない。あったよ、まあ、感想文ずっとあいうえおって書いてた。バカなんじゃないのお前。あいうえおって書いたの先生。そうやって言っちゃいけないんだ今の。言っちゃいけないの。だってあいうえおはダメだろ。ずっとあいうえお、あいうえお、あいうえおって書いて出したら賞取った。聖書したの、あいうえおって。そう、めっちゃ。この時間はイエローハット NTT 東日本グループ日本エクスプレスホールディングスがお送りします。皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80合わせて1680、つまりイエローハット。以上になります。イエローハット。どうだ、棚に入るか入るか、会社の棚、書類でいっぱいになっていませんか？書類のデジタル化なら N にお任せ。 NTT 東日本グループです。 An X Nippon Express。 始めよう、新しい挑戦を。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have Samurai Spirit。 日本エクスプレス。吉田芳生のショーアップナイタートゥデイ。吉田さん、お待たせしました。よろしく。ショーアップナイター、今夜は神宮球場で行われるヤクルト対阪神戦を解説野村博樹さん、実況は日本放送大泉健太アナウンサーで、試合終了まで完全生中継でお届けします。そうですね、大泉健太が実況で、糸原健太がまた打つんじゃないかな思ってますよね。吉田ジョークな、伊勢本ちゃんどうしたんかなみたいなありますけどね。あなたもあつらじ、はい、いつでもみんなのプロ野球でお楽しみください。お楽しみに。多様な知性と技術と情熱を織りなし紡がれる新しいエネルギー、 CO2 を扱ってきた私たちだからできることを、人と人がつながるエネルギー、井出光。その日々を最高の通過点に、オープンハウスグループ。お母さん、またオーディションダメだった。アイドルになりたい子いっぱいいるんだね。頑張るだけじゃダメなのかな。諦めるな、自分の本気を。オープンハウスグループの応援ハウスプロジェクトは、チャレンジをサポートする活動です。次はパチンコだ。どうも、かまいたちです。濱家、問題な、サミーといえば北斗の拳。じゃあサミースマパチ第1弾といえば北斗の拳。サミースマパチ第1弾、スマパチ北斗の拳10。サーミー。ショーアップナイタートゥデイ。この時間は井出光興産、オープンハウスグループ、サミーがお送りしました。三宅裕司です。劇団 SET 創立45周年記念、日本競争時代、令和ジャパンはびっくり仰天有頂天、10月17日から池袋のサンシャイン劇場で上演します。チケット絶賛発売中。お問い合わせはチケットスペース03-3234-9999。 おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送、高田文夫のラジオビバリーヒルズ。
滝熊正幸のお便りいきなりお笑い。さあ今日はですね、ビバリーお魚総選挙といろいろ書いてあるんです、はい、データもね、でスタッフが取ってて、そうですね、ね、お魚ランキングをつけました。ビバリー1位は、1位がマグロです。やっぱりな、マグロね、やっぱりな、マグロ。2位が僅差でサンマ、マグロサンマ。3位が鮭、鮭ですね。サーモン、今若い子かな、これがベスト3。弁当いつも鮭でしたね。あとアジが入って多いところではブリね。あ、ブリもいいですよね。本当だ、タイなんて1票だね。カツオ2票。ね、意外に。カツオがね、うまい。先生は何が好きですか？あ、やっぱりサンマ、マグロになっちゃうね。言われてみれば、こうやって見るとね。季節もね、ありますからね。先生はどうなんだ？タチウオが好きです。渋いな、おいね。細いやつだろ？はい、塩焼き最高に美味しいです。松村は？僕はね、トビウオですかね。そう。でもなかなか食べる機会ないだろ、トビウオ。ない、ないですね。おう。はい。一票だった。一票でしたね。同志がいたね、一票だね。はい、読んでみましょうか。さあ、皆さんのメッセージ。テテオさんです。高田先生、松村さん、伊勢山さん、こんにちは。こんにちは。私の住んでいる町は、シラスの産地として有名です。シラスもうまいな。はい。幼少期から朝昼晩とシラスが食卓に当たり前に並んでました。と、その度に、我が家の誇りはシラスだなと思っております。というところですね。はい。つるちゃんさんです。先生、まっちゃん、いさやまさん、こんにちは。こんにちは。私の好きな魚は鮭です。特にこれからの時期は秋鮭が大好きです。と、フライにしたり、焼いたり、おにぎりに入れたり。特に私は、キノコなど季節の野菜とホイルに入れて焼いた。はい、鮭のちゃんちゃん焼きが好きで、これがあれば、白米何枚でもいけます。鮭ラベイビーだからな。鮭ラベイビー。鮭ラベイビー。第5係さんです。私の出身小学校は、自然と触れ合う行事がたくさんあり、夏の集いというキャンプ行事が年に1回ありました。夏の集いなの？はい。そのプログラムの一つで、キャンプ場の近くにある沢に、山雨を放って、ヤマメのつかみ取りをするのが恒例イベントでした。つかみ取れば。はい。それを塩焼きにして食べましたよ、と。大人になった今、あの塩焼きのヤマメを魚にキンキンに冷えたビール行きたいです。いいね。なるほどね。確かに。川魚もうまいですよね。うん、美味しいですね。ピンクの糸電話さんは、魚といったら、渡里哲也さんでおなじみのマグロです。マグロ、ドラマやってました。マグロ、撮影校長。先週やってました。マグロやってました、テレビ朝日。先日も、巨大マグロ戦争の特番を食い入るように見てました。寿司ネタもそうですが、回り回って最終的にやっぱりマグロが一番です。マグロね。マグロはそうだね。ラインバックさんは、春から秋にかけての、港でハゼを釣って、ハゼ、はい、天ぷらやお刺身にして食べるのを毎年楽しみにしています。ね、たくさん取りすぎてさばくのが大変なので、40匹釣れたらその日はおしまいにしています。40取れやな。そんなに。そんななんですね。やっぱり、チェリーマツさん。海に囲まれてるからな。そうですよね。うちも。そうだな。チェリーマツさん、僕の地元の近く、蒲郡市のココイチには、ココイチ？はい、カレーね、ココイチ。蒲郡の海で獲れた魚のフライをカレーに添えた限定のメニューがあります。特にタチウオのフライは お皿をはみ出すほどの大きさでびっくりです。あんのタチウオは。タチウオフライにしようんですね。いいですね。たけしさんの映画でもタチウオ食べてましたね。削り節さんは魚の肝を好んで食べるようになりましたと、お酒を飲むたしなむようになってから、ね、あん肝の酒蒸しが好きですということです。私もそうだね。はい、それでは魚の王様といえば明石家さんま。さんまちゃんで真っ赤な嘘。はい。どうにもならない
送、高田文夫と松村邦洋と磯山さやかのラジオビバリーヒルズ BBY BBY ビバリーヒルズ BBY。 はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前、息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。中古車の経由決算セール開催中。売れて売れて車が足りない。だからあなたの車高く買います。車を売るなら経由。経由。ここでニピコラーゲン化粧品からお知らせです。コラーゲンは女性のためのもの？いえ、男性の皆さんも人ごとじゃないですよ。しなやかな骨や軟骨、血液などに大切な成分、それもコラーゲンなんです。でも体の中のコラーゲンは一般的に年齢とともに減ってきてしまいます。だから手軽に補えるニッピコラーゲン100フィッシュタイプ。サラサラの粉末状で無味無臭なので、飲み物にさっと溶かすだけでいいんです。一袋 100g およそ20日分のお試し商品。通常価格税込み2121円相当を初回限定税込み999円。送料は当社が負担いたします。ただしお一人様1点1回限りです。お問い合わせは通話料無料 0120-587-444587-444、ニッピコラーゲン化粧品まで。お試し商品をお求めなさい。およそ2ヶ月分の商品を初回特別価格、税込み5998円。2回目以降、税込み6998円で購入できるお得な定期コースをご案内させていただく場合がございます。定期コースも送料は当社が負担いたします。定期コースの解約は次回お届け予定の1週間前まで受けたまわります。お届け返品などについてもお電話でどうぞ。続いてハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉支局の小田涼子さん、こんにちは。はい、こんにちは。千葉市内ここ 2,3 日過ごしやすかったので、今日はとても暑く感じます。さて、小湊鉄道からバス運転士募集のご案内です。バスの運転士は地域の方々の足となる路線バスから学校の修学旅行やバスツアーなど活躍の場が非常に多く、お客様から直接ありがとうと感謝の言葉をいただける素敵なお仕事です。大型車の運転経験は1年以上あれば、スキルに自信がなくてもしっかりとした実務研修で安心して始めることができますよ。大型二種免許を活かしたい、ブランクから復帰したいという方も大歓迎です。普通免許しか持っていないという方でも、免許取得にかかる費用の半額を会社が負担する運転士養成制度があります。養成期間中は雇用契約締結前のため保証や給与は発生しませんが、免許取得後に正社員としての勤務が可能です。現在採用説明会をオンラインとオフラインで随時開催しています。詳しくは小湊鉄道採用担当0436-213134までお気軽にお電話ください。以上、千葉のスタジオから小田涼子がお伝えしました。小田さん、ありがとうございました。千葉工芸のローンはマイカー購入、教育資金、リフォーム資金など目的に合わせて選べるから、ピンチの時に本当に頼りになるんだよ。詳しくは弁護です。
こういうのはね、なんか懐かしくて穏やかで、ね、懐かしいよ。お世話になりました。わかる、井上純さん。はい、わかります。お世話になりましたね、井上純。これ、かっくら近代放送見てましたね。そうだね、歌ってたね。ピースを広めたから。ピースの元祖は井上純さんですね。すごい。はい、それではまずは。はい、ビバリ名シールの当選者です。はい、秩父郡の帯純子さん、つくば市の正木さん、丸丸丸丸世田谷区、普通のネズミさん、以上さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして、はい、はい、ビバリーは週刊 IQ クイズとオールスターでしゃべり回答を募集しております。出場者クイズは芸能スポーツ希望のコースと電話番号忘れずにお願いします。ヒルズアットマーク 1242.com まで送ってください。よろしくお願いします。さあ来週のラインナップ、月曜日は面白いね。はい、いじり岡田さんが、いじり岡田すごいね。いろいろいろと登場します。いいね。はい、そして火曜日には俳優の宍戸海斗さん。息子さんだよ。息子さんですね。かっこいいですよね。お父さん先輩だから俺のね。日芸の先輩、大先輩ですか。はい、少女さんね。ね、そして水曜日には元アイドルで演歌歌手の岩佐美咲さんをお迎えします。そして木曜日はマラソンリクエスト募集中です。金曜日はこのメンバーで賑やかにお届けいたします。ね、この後が中川1時からは、はい、上昇。はい、今日は獅子頭のお二人がゲストでございます。するするな。で、俺もほらブログやってるじゃん、いろいろさ、はい、今書き終わったんだけどさ、はい、これ写真載っけといてたんだけどさ、これ懐かしいだ。まあ記憶にないと思うんですけどね、あの SB の香港焼きそばって、はいはい、これがね復刻版で出たんだよ。焼きそばってことですか。昔で俺が子供の時に小学校から中学の時に、はい、テレビつけると、はい、男子賞が中国人にひげつけてさ、はい、香港焼きそば香港にうまいよって言ったんだよ。香港焼きそば香港にうまいよって言ったんだよ。これドカーンと受けてさ、これで売れたのよ、この SB 香港焼きそば。これ多分ね復刻したから。あ、そうなんですか。友達のね、浮田さんがさ、中村君がね、香港焼きそばくれたのよ。懐かしいでしょって言ってさ、懐かしい。香港焼きそば自体知らない。知らないです。香港焼きそば香港にうまいよって言った、ね、言ったね。そうなの、懐かしいよね。僕らも VTR で見たぐらいですね。あ、そうだでしょ、やってたの、はいはい、そうそう。あと SB モナカカレー、モナカカレーですね。モナカでさ、カレーでさ、はいはいはい、こうそろって入れるとな、はい、カレーになるんだよ。ああ、今そういうね、お吸い物とかありますけど、うん、あ、そう、モナカで、モナカカレー、それも男子賞だったら、はい、これあの先生がね、あの三宅裕司さんのテレビ探偵団でやってましたね。あ、そう、これその CM を見ようと。これをこれ見てくださいよ。だからその頃で懐かしいのだもんな。はい、あ、それじゃあ皆さん素敵な週末を。はいはいはい、今度は月曜日、これを見てください。さよなら。Spray, and we live on a back lane, only to the same thing. You're my king.
Just nurses who